日本焼きサイズが、はい、ここで釣れるんですか。釣れるかもしれない。ようこそ彦根市長チャンネルへ。彦根市長の和田博之です。そして広報担当の高山です。高山君、さあ今日はですね、もう彦根というのがいかにこう自然に恵まれててですね、皆さん遊びに来ていただく、あるいは移り住んでもらうのにふさわしいとこかという、高神山の麓の宇曽川にやってまいりました。鮎を釣ってみたいと思います。今日はあえてですね、塩焼きサイズを挑戦しようじゃないかと。塩焼きサイズがここで釣れるんですか。釣れるかもしれないということで、しかも難易度の高い友釣りをルアーでやろうという。餌じゃないんですか。餌じゃないです。これでちょっと挑戦しようという、まあ、毎回の無謀な挑戦をしてですね、頑張りたいと思います。それではちょっと無謀な釣りやってみましょうか。よろしくお願いします。はい、このね、友釣りっていうのはね、まるで鮎のような。そうですね、これもまさに鮎なんですけどね、これ15センチぐらいあるんですけどね、これを見て、もうこのぐらいの鮎になると、はい、小鮎のように群れてないんです。それぞれの岩に縄張りを持って、はい、苔を食べとるんですね、はい、んでここわしの縄張りやって言うとるのがおるので、こいつがふわーっと来おると、はい、梨来てねーってアタックしに来るんです。その時にこれ針に引っかかるっていうのが友釣りなんです。じゃあ頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと魚がこっちにいるのが見えたんで、そこにやってきました。僕七より先に釣っちゃいます。釣ってやろうっていうのが、こう竿先から伝わるんですよ、魚に。さっきですかね。そうそうそう。だからあんまりこうがっついてる時に限ると釣れない。あ、無の境地に。あれ、もうダメ。釣れる気がしないですよ。ひどい。いるんですけどね、いっぱいピチャピチャ跳ねてるんですよ。あれが釣れたらいいんですけど。関谷さんも挑戦ということ。全く素人ですけども、なんとかやってみたいと思います。こういう撮影してるとやっぱりなんか、ショーっていう、はい、暇なんかなって思ってしまうんですけど。いや、暇じゃない。暇じゃないですか。暇じゃないし、もうね、ひどいと本当に、分単位でよくさ、タレントさんとか言うじゃないですか。うん、大げさなとか思ったんですけどね。はい、30分刻みで、朝から晩までいろいろ入ってることがあって。で、だいたい僕喋りすぎるんで押すんですよ。休み取れてますか。はい、取れてないです。1年3ヶ月でまともに、その、スカッと空いたのって2日ぐらいしかなかったんですけど。自分の時間ないですね。ないですね。だいたいその予定表とかに、公務的なもん出るんですけど、公務以外に政務っていうのがある。政治の政にも。政治の政です。そうそう。いろんなところにお礼に行ったりとか、あるいはお願いに行ったりとか、当然普通の事務的なことも、公務が入ってない時にしなきゃいけないので、だからね、本当はめちゃめちゃ釣りが趣味なんですけど、本来はマグロを追っかけたり、のどぐろ釣ったりとか、そういう釣りをしてたんですけど、諦めました。無理です。ただ、非常にこの趣味とか特技を伸ばすというのは非常に大事だと思ってて、そういう意味でのこう職員さんみんなと一緒に新しい、そういう能力を活かせる、働き方改革はしていかなきゃいけないなと。そういうのも楽しんでいただける街だと思います。来ました。来た。もうちょっと、もうちょっと待かなか。あっ、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 待てよ、待てよ、どこ行った、どこ行った。あっ、やったー。こんな鮎がいると知らなかったですよ。すごー。こう行こうか。はい、釣れるんや。やりました。ちょっと分かってきた。かなり出して、はいはい、もう半回転ぐらいちょっとずつこう巻いてくるのが一番ポイントが攻めれるので、はい、左右ってなかなか難しいので、やっぱり岩陰に隠れてるところを。そうですね、だから岩をこう探れてたんですよ。すごい、本当に。高山さん、ちょっと悔しいですね。悔しいですね。これちょっと釣るしかないですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。残念ながらちょっと私が1匹だけ釣ったという僅差に終わってしまいました。どうですか、当たりとかありましたか。1回も当たってないのか、当たったのに気づいてないのか、なるほど、それすらも分からず。なるほど、なるほど。どうですか、石に引っかかったのか、魚なのか。ただですね、禁漁期間に釣りをなさらないように資源の保護にご協力をお願いします。県のホームページとかでもね、ぜひご確認いただきたいと思います。あと川で遊ぶということで、一応これライフジャケットをつけてます。これは自動膨張式といいまして、
バーンと水に浸かったら空気が出てですね、あの浮き輪みたいになるやつなんですけども、またあの美味しくいただく辺も、あるいは水産試験場等でああいうの生態等とかまた勉強していきたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。